これめっちゃありがてえな。今まで同盟相手の今川家、これ多分分裂かな？どうなるんでしょうね。今川義元、桶狭間に散る。その知らせは今川帰化の一軍として兵を進める松平元康にも伝わった。義元様が信長殿に討たれた？はは、まさか偽りであろう。いえ、どうやら誠のようにて。水野信元様より知らせが。それに於大様からも。母上からも？はい、これはもう偽りはありえませぬ。一刻も早く退きましょう。ここはまず大樹寺へ。うむ。元康はわずかな家臣とともに松平家の菩提寺である大樹寺に逃げ込んだ。ここまで来れば安心でしょう。命拾いしましたな。拙者は辺りを見てまいります。拾ってどうする。わしに残されたのはこのわずかな手勢のみ。これで何ができる。遠からず今川か織田にでも攻め潰されよう。いっそここで腹でも切ってくれようか。落ち着かれよ元康様。これは常人様。元康様、無駄に命を捨てることなりませぬ。今ここにあなた様にしかできぬことが生まれたのでございますから。わしにしかできぬこと？さよう。あなた様は松平家の当主義元様が落命されたことにより、松平家は今川家の蔵屋より逃れるでしょう。今こそ元康様は三河の衆を率い、この乱世に正室をもたらすべきにございます。そのような大それたことはわしにはできぬ。大それたことでよいのです。今の元康様は道に迷うておられる。迷うた折は遠くを見るのです。さすれば迷いを断ち切り歩めるでしょう。遠くを。オンリエド、ゴング浄土。元康様が乱世の汚れを払い、この世に浄土のごとく休んじる日、今から楽しみでございますな。殿、良き知らせにございますぞ。岡崎の城が空いております。義元が死んだと聞き、今川の兵どもは駿河へ逃げ去ったようにございます。岡崎が。ご運が開けましたな。今こそ岡崎へと戻りましょうぞ。うむ、そうだな。岡崎へと帰ろう。岡崎城へと戻った元康は、今川家からの独立を果たし、戦国大名松平家の当主として乱世へと乗り出してゆく。オンリエド、ゴング浄土。東洋上人のこの教えは元康の旗印となり、松平軍あるところに必ずその旗がたなびくようになるのであった。おー、完全に滅びたね。ご命令を。で、借りてた軍はとりあえずまだ残ってる。ただ義元とかは死んじゃったって感じかな。で、信長の領地が増えたね。で、今川の領地がバラバラになったと。これさ、今川従属国力差って言ってるんだけど、多分そのうちできるかな。これだとしたらかなり美味しい展開ですね。一旦、うちにできることはこのまま布告かな。布告ってか城攻めを続けること。で、君は何人？23,000。結構がっぽりいますね。手を打ちましょう。そうなってくると、この辺空っぽだ。出陣する。じゃあ鳴海城向かわせた方がいいな。悪いが負けられぬのでな。多分長島は信長入ってんだけど、行こうか。その他の城って入ってないんですよ。進むのだ。いや、これ意味ねえな。進むのだ。で、筒井、同盟も結べない？同盟も結べないんだ。それはちょっと辛いね。まあ、とりあえず時間進めよう。よいしょ。片付けない。で、じゃあ8300。参ります。一応こいつを向かわせるか。多分今川が取るでしょう。そこは我を勝ちよ。よしよしよし。足の気を上げよう。
いや順調すぎるな。進め。これ今川の土地タダでもらってるようなもんだからね、本当にでかい。ただ今川領がちょっとでかすくなりすぎたせいで、まあでも水野様に宣戦布告だね。お見せしよう、わしが力になろう。ちょっと今川頑張りすぎてんな優秀だけど頑張りすぎてるせいで。進め。いやでもでかいね。城攻めしなくていい、簡単に城何個かもらえたっていう感じだから、うちとしてはかなり美味しい展開で、水攻めにしちゃえばここ落ちるじゃん絶対。完璧だな。そして清須同盟桶狭間の戦いで今川義元が討ち死にしたことは、長く心中の日々を強いられてきた松平家にとっては千載一遇の好機であった。その好機を逃さず、地祖伝来の地三河岡崎城で独立した松平元康ではあったが、東近江駿河に未だ健在の今川家と義元を破り勢いに乗る尾張の織田家を同時に相手にする力はなかった。尾張清須城、待ちわびたぞ竹千代。信長様、ご挨拶が遅れましたことお詫びいたします。まったくだな、なぜすぐに俺のもとに駆け込んでこなかった。聞けば義元が討ち死にせし折には腹を切ろうとしたそうではないか。それは義元に任された城もすぐには明け渡さなかったと聞いたぞ。それほど義元を好いておったか。 いえ、そのようなことは、信長様は何もかもお見通しにございますな。まだまだ見通しておるぞ。貴様がそのような小芝居をすることで天下に己が偽証たることを示そうとしておるということもな。ははお戯れを。よい、貴様のそういうところを俺は買っておるのだ竹千代。俺の次の天下人貴様やも知れぬな。天下。そう、天下だ。俺が天下人たるその日まで貴様には俺の背を守ってもらうぞ。それでは名役の方は、はお任せくだされ。ふふ、氏政に足をすくわれるなよ。もっともそれほどの役立たずならすぐに三河も俺のものにするがな。はい、必ずやご期待に応えてみせましょう。どこまでも正直な男だ。されどその性こそが貴様の恐るべき才よ。ここに結ばれた織田信長と松平元康の盟約は後に清須同盟と呼ばれる婚姻同盟へと発展する。元康はその誠実さをもって愚直なまでに信長への協力を惜しまず、信長もまたそれに応え続けるのであった。ということでね、ちょっと見る目がないですね。絶対に今川にこの状態ついた方が良かったでしょお命令よ。で、ああ軍が帰っちゃったんだね。まあ6万いるっつってるんで、斎藤家余ってるんでね、時間かかるやつ置いてって23日はいらん、20日もいらん。これで何人 ?1万1000。これで郡上8万落として終わりかな。今川軍帰っちゃったのがちょっと辛いね。で、よし、長島城水に落ちたんで、これでもう完全に終わりだね。で、岡崎かてえな。岡崎がとにかく家庭が、あ7000、あまあでも1万いってんだよね。1万1000いってくれてるんで、ここは返してあげて、攻め込むにしても今じゃない、いや今でもいいな。今川従属はしないから、他になんか従属しそうな家ってないの？ないね。じゃあまあとりあえず時間進めていきましょう。斎藤家突破してから徳川と戦ってもいいわけだしね。論議と軍事でいいかな。67、62、そして60と。かなり部隊は優秀になったな。で、長宗我部掟所、これは絶対欲しい。
この辺の能力はまだいいな。こっちか。会場戦闘いらんな。犬伝令は取っとこう。こんなもんでしょう。じゃあとりあえず時進めて、ちょうど9月になったら徳川家に攻めればうまくいくかもな。で無条件は拒否ですね。で30日しか持たないって言ってるんだけど、さすがにこっち先落としてくれると思う。あ、よかったよかった。今川の土地になってくれないと逆に困るよ。負けられぬのでな。よし。そして長島城突破。これにより織田家は尼子家によって滅ぼされましたということでね。いや、優秀ですね。あー、織田家強い。100超えが3人いて90超えが1人いるっていう感じか。でこの辺も全然育ってくっていうことを考えると織田家非常に優秀ですね。ありがたく登用いたします。で一旦こいつら返してあげて、遠藤隊が多分動産を倒してくれるとは思うんだけど、とりあえず感情を配っとくか。よいしょよいしょ。キリシタン奨励、なんかサクッといったな。よし。ということで斎藤家は尼子家によって滅ぼされましたと。あー、竹中半兵衛とかいるんだ。ただ明智光秀がいないね、このところには。まだだ登用に応じないのかな。まあありがたく登用させてもらって、あとはまあどっから狙っていくかっていう話になるんだけど、まあ狙うは徳川家康ただ一人だな、この感じ。他に攻めるところがねえ。19。いや、今川だな。今川従属はさせないとちょっと話にならん。あとは三好か。三好戦うか。よいしょ。ご命令よ。じゃあとりあえず兵糧収入めっちゃあるな。かたじけない、かたじけない。よいしょ。17万あるんだったらもう余裕で戦えるんで、とりあえず神前を見るけど、神前はもうどこにもできるところないんだよね。うん、なさそう。ということで、ま、とりあえず、徳川家松田に対して宣戦布告いたします。お見せしよう、わしが力になろう。よいしょ。ワンチャンね、今川がボロ勝ちするっていうのも嫌なんで、進むのだ。まあ長宗我部隊3万5000で攻めていけばまあ大丈夫だと思うんでね。で、あ、ビンジョルのされるのは嫌なんで、とりあえずあの重要じゃない軍なんだけど、うん、時間かかるの置いてこう。23、22もいらんね。9300、あ、ちょうどいい。これで武田も動けないという形でいこうかな。で18万あるんでまだまだ戦えるということで、うん、大内だよね。裏切ってきた大内に対して宣戦布告いたしましょう。お見せしよう。普通に九州を攻めていくのは選択肢としては賢い気がするな。で、どう？従属国数がないっつってんのか。ちょっと今川領はね、何カ国あるか分かんないけど、まあまあ国力5位だもんな。結構、あ、でも武将は全然優秀なのいないっすね。弱いのしか倒さなかったんだ、吉本自体が。じゃあまあまあこのままいくか。1万4000と、そこめんどくさいね。まあじゃあ3万ずつぐらい進め。でここで戦ったらまあ美味しいんでこういこうか。これでいきます。普通に強いな。で大友対大内、まあ、不参戦にするか。三河武士の誇り見せるは今ぞ。さすがに意味ないよな。
てか大友と大内仲悪くなったの驚きなんだけど。71日強行、これは岡崎城かな。あ、岡崎城ですね。志果たせぬか。軍出なかったってことか。これより表情を始め、意外だな。で、あ、結構サラサラ声とかいい能力ひらめいてくれてるね。88、68、橋場秀吉が出てきてる。じゃあサラサラ声取れない？あ、取れるね。行軍速度上がるのは強いでしょう。で、一気低下だよねこれ。あ、中性か。まあこれは結論同じことなんで、これは強いです。一応じゃあ、とりあえずこれこのまま時間進めよう。で、どうなの？その準拳銃は絶対取らないといけないけど、出るぞ。かワンチャンそのまま取れそうな雰囲気もあるんで、これこのまま行ってみよう。三河武士の誇り見せるは今ぞ。影虎いいね。武田につきます。三河武士の誇り見せるは今ぞ。まあ三河武士の誇りとか言ってるが、風林火山、わしの戦を、そんなものはないと。まあ勝つよね。勝つのはいいんだけど、岡崎城落ちねえかな。35日方位いいね。多いで落ちるなら楽だぞ。29日強行、島津対大友、これも参戦だね。何人で来ようとしても15,000、まあどうにかなんじゃね。よいしょよいしょ。龍蔵自体大友、これも参戦でいい。行ってこい。松平家康か。通った。で、正解はどっちだ。8400出ないと踏んで長篠城に行くのが正解な気がする。武田に動かれるのが一番めんどくさいんで。じゃあ、とりあえず時間進めて、我が府の前に敵はおらぬ。まあ、順調に伸ばさせよう。手を打ちます。出陣する。末春方だね。で、いくつだ、いつくつ出てきた。結論として4500しか出ないんだよねもう。で、長尾家勝利。長尾強いね。勝ちは揺るがん。にかけて負けはせぬ。あ、よし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 、負けぬのでな。長篠も突破。行こうか。じゃあこれ長宗我部を吉田城に入れてあげて、これで一旦終わりだな。従属はまだできないけど、まあ、やることはやった。こうなってくると三好攻めを考えないとダメだな。使いのものが来たようです。で、金やるから許してくれか。17万魅力的だから拒否だね。もううちとしてはさっさと総武事例を打ちたいんで。よいしょ。で、これは吉田城。3万はもういらなくなったんで返そう。こんなもんかな。で、出るぞ。いざ参ろうか。普通にこのままガンガン攻めさせ、ま、大友に関しても攻めちゃっていい気がするんだよな。お命令を。だから大友攻めると今度何がめんどくさいんだ。島津と戦ったりするのもめんどくさい。いやでもなんかさ、普通に勝てそうだな。大友にも宣戦布告しちゃおうぜ。攻めるところねえし、米余ってるし、12万あるし、うん、これでいこう。
17,000。さすがに、さすがにじゃない。まあ34,000ぐらいでか。進め。何人で守ろうとしてんのか知らんが。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。